ここオイラが想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか。あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハルッカデバータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。近畿の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に近畿の知識が現れたことが一度あるの。その時はキング・デシェレトの自己犠牲とマハールッカ・デバータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び近畿の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界樹にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハールッカ・デバータの残した意識で近畿の知識による汚染を受けてたとしたら、マハールッカ・デバータの死は。ええ、彼女は近畿の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ近畿の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければ、この500年の間、汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めて、みんなが近畿の知識という概念について忘れたのも、彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染はあまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で力尽きるまで近畿の知識による汚染と対抗したというの。その上ほんのわずかに残った明晰な意識を使って私たちに手がかりを残した。ええ、その言葉は近畿の知識の干渉を受けたことによりいくつかの単語しか聞こえなかった。でも今ならこの謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け正しい方向を見つけ出し彼女の明晰な意識に合うの。そしてマハールッカ・デバータの口から直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのはここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないといつ発狂してもおかしくない。うえ、そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ、あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ出発しましょう。いざ。ここは空中？なんででっかい船がこんなとこにあるんだよ。うわ、なんだよこれ。魔物たちがあれの影響を受けてるみたいだ。よし、剣女盤石。よっ、た、た。これこそが知恵の殿堂、無我の境地。知った、はっ、ふっ、ふっ。
さばきの雷ちやってし天道万象難攻不落全部丸見えね私のお家にいらっしゃいここより弱滅の時かっかっかっ即逃げ道はありませんふっふっよっせーとっはっ天道ここにありふっこの身で三将を粛清するふっせいあっちを見ろ空中にクローバーマークが現れたぞさばきの雷ちてっふっ稲光すなわち永遠なりこれこそが知恵の伝道岩山八九全部丸見えね逃げ場はないぞ勝利をしてやるお前の罪をはっ剣女盤石天理チョーク手をつなぎましょう知識はあなたにもここより弱滅の時見切りましたたっふっふっせっふっ難攻不落天道万象私のお家にいらっしゃい稲光すなわち永遠なり逃げ道はありませんふっこの意識の船を制御するにはまず火事を見つけなきゃいけないよな進路が変わったけど今の方向で合ってるかナヒーダええこの航路を行けば、意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな、意識は、はっきりとしているかしら。え？オイラは何も問題ないけど。もうこれ以上、新たな変数が現れないでほしいわ。今度こそ。マハールカデバータに会えるかしらそういえばナヒーダは一回もマハールカデバータに会ったことがないのかないわよ私の誕生と彼女の逝去はほぼ同時に起こったみたいだからそうでもなければきっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし私は今よりもっとうまくできていたと思うわもう十分よくやってるぞ。よし、早くこの居心地の悪い場所を抜け出して、彼女に会いに行こうぜ。
ここがお前たちがずっと行ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。オイラたち、マハルカデバータに会いに来たんだよな。でも、あそこに立ってるのって。私？私にそっくりだわ。あなたが、マハルカデバータ。ええ、いかにも。この姿に驚いたのかしら。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているの。けれど結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから、私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハールッカデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹からおられた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私はマハールッカデバータとしての私が残したほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私はとっくの昔に死んでいるのよね。うん。あなたの今の姿から時間を推測すると、大方、私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね。リンネ後の私。それって、もしかして、いつか私も、あなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。万物には、自らの運命があるの。枝が成長して、新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそ、あなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら、私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそあなただけが持つ運命なの。そしてそれらはあなたが過去に経験したすべてのことによる恩師でもある。安心して。知恵の成長も実は草木と同じで、ゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると、教令院の賢者たちって、全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が、実は異なる運命の自分だったなんて。あなたと話せて
本当によかった。マハールッカ・デヴァータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか、話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、わかっているわ。あなたたちは、答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえも、このような色になっていた。当時、私以外の七神は全員、カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つ、さらに重要な任務があったの。それは、世界樹を守ること。災難の降臨は、禁忌の知識の汚染と共に現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は、異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が、私を苛み始めた。そして、私が世界樹に駆け寄った時にはすでに、禁忌の知識によって、侵食されていたわ。もしも千年前に、キング・デシェレトと共に禁忌の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私は、なすすべもなかったでしょうね。禁忌の知識、それは一体何なの？この世界には属さない知識。知ることのできない真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで、世界にも様々な症状が生まれるの。もしも、禁忌の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時、私には分かっていたの。単に自分だけの力では、禁忌の知識を駆逐するなんて、不可能ってことに。だから私は、人間の知恵を統合する装置を作り、それを、アーカー社と名付けた。まさに、この世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって、私は、夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して、人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、その上で、私が持つすべての力を尽くしたわ。それで、どうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、禁忌の知識はほぼすべて、世界樹から取り除かれたわ。でも、事態は、私の予想していたほど、うまくはいかなかった。ある頭痛が、不吉な予感をもたらしたの。その時やっと、私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に、知識と知恵をもたらすと同時に、汚染も、私の身に襲いかかった。最初から、私という存在は、禁忌の知識によって、汚染されていたの。そんな、
どうして？私もあなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ。でも私がどう感じたかなんて、それほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても、私の存在、私と関わるすべてが、記憶と知識として世界樹に保存される。それにより、近畿の知識は、永遠に根絶されることがない。そして私も、永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は、世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を、世界樹から完全に消すために。待って。違う。そんなの、違うわ。それが何を意味しているのか、わかったよね。やっぱりあなた、賢いわ。あなたの想像通り、世界樹には、この世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ。これ以外に方法はないわ。でも、あまりにも残酷すぎるわ。あなたのこと、忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。知者として、答えを見つけられたこの瞬間を、楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていた、あの言葉のすべてよ。世界が、私をどうか、忘れてくれますように。私たちは皆、知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて、私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは、すべての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中に、さらに小さな世界があり、すべての運命は、その世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそ、この世で最も奥深きものであると。それらのみが、あれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが、意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。
れこそは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの、人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。ええ、大丈夫よ。ただ、少しわからないことがあるわ。私たちはさっき、世界を救ったのよね。でもどうして、私、泣いているのかしら。今の心の内にある感情が、どこから来ているのかわからない。でも、なんだかすごく悲しい気持ちになっているの。さっき起こったこと。私たちはさっき、二つの神の心の力を使って、500年前の世界樹と意識をつなぐことに成功した。そして、世界樹に残留していた汚染を除去して。そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろう。